ちまきやのジューズプリスト、橋本きやです。岸田香音です。今回も前回に引き続き ASDF 東京インターナショナル見ていきたいと思います。はい、橋本きんやのジューズプリスト。この番組は株式会社ムンニゼロ、金属工事柔術一式一徹、イサミ、ラスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回も前回に引き続き4月8日土曜日、墨田区総合体育館で開催された ASJJF 東京インターナショナルを見ていただきます。見どころは、はい、今回も ASJJF の東京インターナショナル2日間にわたった激闘の数々ご期待ください。 VTR スタート。はい、女子アダルト及びフェザー決勝戦、ニコリー関谷対安田志保です。はい、もうニコリー関谷、もう本来はねジブナイルなんですが、もうこうやってねアダルトにも出てますね。そしてアダルトに出ても勝てるのがこのニコリーのすごいところではありますね。さあ、この試合はワンマッチ決勝戦でした。対するこの安田志保選手、このカルペディエム深川の選手ですね。さあ、このカルペディエム深川対関谷柔術ニコリー関谷、さあクローズガードを取りましたニコリー関谷。やっぱりねニコリーはねガードワークがね持ち味ですからね。クローズガードから今足をすくっていってこのスイープを狙っていくのか、まあ、いろんなねアタックありますからね。ニコリーもまだね本当もう高校生なんですけど、こうやってアダルトでね大人相手にねガンガン試合で、しかも勝ってますからね。さあスイープ、クローズガードを割ろうと相手が立ち上がったところを組みついて倒す、ここら辺のね相手の動きを誘発してのカウンターのスイープ、テイクダウン、ここら辺がね非常にいいんじゃないでしょうか。さあ、そしてここから膝を使ってパスガード、相手の襟とね袖を引きながらこのパスをしていこうというところ、膝の使い方非常にいいんじゃないですか。さあ、そこからもう一気にマウントですよ。そこから腕十字、マウントのポイントを取る前からもう腕十字のセットアップ行ってましたね。さあ、この腕十字決めれるかどうか。さあ、どうだこの腕十字。はい、足をかけていきましたが、そこでも構わず腕十字を決めたニコリー関谷、女子アダルト青帯フェザー優勝です。はい、女子アダルト及びライト決勝戦、柳あさみ対ジュリアナ・バルガスです。はい、ジュリアナ・バルガス、カルペディエム香港からですよ。香港から出てきましたジュリアナ・バルガス、そして対するは柳あさみ。もう柳あさみもねもうトップクラスの青帯で名を馳せている選手ですね。今のもねなかなかちょっと大雑把な、アンクルピックで無理くり倒した感じはしますが、そして倒してインサイドガードに入っておりますね。けどこの柳あさみはねトップポジションからのね攻めが非常にいいですから、さあここの、クローズガードからどうやってパスしていくのか、ここをちょっと見ていきたいと思います。さあ、今相手のね足を、組まれた状態から組みついてボディロックですかね。さあ、ここから相手のね足を外していこうと、これサンパロパスでもありますかね。さあ、このクローズガードを割るには非常にいいテクニックですよサンパウロ。さあ、そしてクローズを割ってここからも行ったらもう一気にこのダイナミックなロングステップでパスガードしていきました。さあ、サイドポジション取りましたよ。さあ、ジュリアナ・バルガス非常にね手足が長い選手ですが、今ここまで行ってしまったらちょっとバンジーキュースか。まずはね前腕を使ってパスをディフェンスして戻したいんですが、ちょっとここのね腰を押さえられてしまうと動きづらいか。
柳はこのままねマウントいけますね。マウントもいけるし決めも狙えるというところ、ニーダベリーのねポイントも、追加できますね。さあここから一気にまたいでいきました。さあそしてこれは肩固めに行こうというところでしょうか。しっかりとマウントでまずはポイントをダッシュ。さあ戻りましたね、マウントからではなく、サイドに戻りました。さあサイドポジションから、あまたちょっとこれはハーフになりましたね。さあけどこのハーフからねパスするとまたポイント入りますからね、ここら辺を狙っているのかどうか。狙ってますかね。はい、腕どうでしょうか。おっと、あこれで、あもう戻しましたね、ガードに戻しました。さあジュリアのバルガスガードに戻したので、ここからまた行けると思いきや、またちょっと足をコントロールされてパスされてしまいますね。さあここまで来てちょっとしんどい。さあちょっとずらしてから、あいいですね、今のエビを使って逃げていきたい。はい、しっかりとノーサウスでがっちりと抑え込みました。やっぱね、柳浅見のねパスガード技術はなかなか的確ですよね。しっかりと抑えとこ抑えてプレッシャーをかけてポジションを移行していくというところ。さあそしてこれアメリカーナだ。さあアメリカーナいけるかどうか。アメリカーナもうやめましたね。さあすぐさま決まらないとメディア見切ってサイドポジション、優位なポジションをねしっかりとキープ、これが一番大事ですからね。決めを狙っていってポジションを失うのは非常に良くないのでね。さあこれはどうか、これは締めですかね。さあこれはチョークですね、チョークいってますね。はい、ワンハンドで決めていったカラーチョーク一本勝ちで女子アダルト青ビライト優勝です。おめでとうございます。はい、女子アダルト青ビオープンクラス決勝戦、柳浅見対ジュリアナバルガスです。はい、先ほどのね女子アダルト青ビライトと同じ決勝戦になりました。このオープンクラスで本日2度目の対戦となりました、柳浅見対ジュリアナバルガス。柳浅見はマスタージャパン東京、ジュリアナバルガスはカルペディエム香港です。さあこの香港対日本、この国際戦ですね。もうね最近はねもう海外からの選手毎大会のように出てますよね。さあまた行きました。さあこの大雑把なこのアンクルピック、アンクルじゃなくてもうふくらはぎを取りに行くっていうところがなかなかの高い位置でのねアンクルピックで、ちょっと大雑把に見えますがそれをしっかりね決めてますからね。もうアンクルじゃなくてカーフピックと言っていいんじゃないでしょうか、柳谷さんに。そしてまた先ほどと同じ展開ですね、クローズガードをこのサンパウロパス、あけどこれ足バックが入っちゃうんじゃないですか、これちょっと足が長いですからね。ああいいですね、しっかりと越えていきました。さあそしてパスですね、ここら辺は的確ですね。やっぱここら辺は柳の持ち味ですね、しっかりとパスをしていきました。サイドポジション、この柳のねパスガードからの抑え込み非常にいいですからね。そして1回ポジションを取ってからもうずっとその優位なポジションをキープしているっていうところがまたいいですよね。盤石といったこのプレッシャーの吐き方、おいいですね今の足、ここら辺もね非常にねテクニカルなところを見せますね。もうトップポジションになっても盤石なところが安定感がありますよね。さあ腕も取りつつラペラーも引っ張っているかどうか、いろんなことができますからね。さあ腰を切りつつトップポジションをキープ、さあどうでしょうか。さあこれはちょっとアメリカーナ狙いですかね。さあアメリカーナだ、はい、アメリカーナで1本、柳浅見2試合連続の1本勝ちで女子アダルト青帯ライトとオープンクラスを制覇、ダブルゴールドです。マスタージャパン東京の柳浅見です。対戦相手みんな強い選手ですごいもう緊張したんですけど、まあ、自分がしたいことを試合で出すことができてよかったです。ありがとうございます。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、レオナルド・マサト対ヨンジュン・ドゥです。はい、韓国からの刺客ヨンジュン・ドゥワイヤー重視ですね、対するレオナルド・マサト RRT、 もう最近ねもう RRT のねもう中でも唯一の
もう選手と言っていいのかもしれません、レオナル・マサト。こうやってね、東京にも遠征してね、試合出てくるあたり、非常にいいんじゃないでしょうか。2月はね、東京スプリング出てました。そしてこの4月は東京インターナショナルに出てくるということで、静岡から東京まで遠征して出場のレオナル・マサト。対するは韓国から参戦のヨン・ジュン・ドゥです。さあ、下からのこの三角締め。ヨン・ジュン・ドゥ、このね、三角締め、この足のフックがね、まだしっかり決めきれてないんですが、さあ、ここで相手の頭を引きながら三角をじわじわと、クラッチ深く、徐々に深くしていってますね。さあ、まだ決めきれてないか。さあ、この足のクラッチの具合はどうか。まだ胸を張ることができているレオナル・マサト。ここからまた頭引かれてね、もう1回ぐらいね、足を組み替えられると万事休すってところでしょうか。さあ、どうだ。さあ、この足、まだちょっと緩いかどうか。このままいけるか、このままいけるかどうか。さそう、ね、そうですね。さあ、もう相手の頭にぶら下がるような感じ。このプレッシャーはきつそうだ。さあ、じわじわと決めに行く。あ、そしてタップ、かなり耐えたんですが、最後はね、もう苦しくなってタップ。40-2、三角呪文決めて、アダルト紫組オープンクラス優勝です。はい、アダルト茶帯オープンクラス1回戦、萩原大輝対アイザック・ロドリゲスです。はい、なんとアリアン氏、サンディエゴから東京に遠征して出場のアイザック・ロドリゲス、日本対サンディエゴ in 錦糸町というこの試合っぷり、どうでしょうか。引き込んでいったのが萩原大輝ですね。このアイザック・ロドリゲスは上からパスを狙っていこうというところ。さあ、青い道着のアイザック・ロドリゲス。さあ、この日米戦ですよ。もう国際戦がね、もう多数組まれてますよね。もう今はね、日本でね、大会あるたんびに海外からの参戦がありますからね、インターナショナルマッチが続出しております。さあ、相手のガードに入っては いきますが、さあ、そこから腕十字、ちょっとラフに攻めてたところをね、腕十字で捉えましたね。バチッと決め切りました。萩原大輝、腕十字サクッと決めて一本勝ち。アイザック・ロドリゲスを決め切りましたね。さすがです、おめでとうございます。はい、アダルト茶帯オープンクラス決勝戦、クボンチョル対萩原大輝です。はい、1回戦はね、もうアメリカからの刺客を一本勝ちで破ったこの萩原大輝、決勝戦は韓国のクボンチョルと日韓戦に挑んでおります。さあ、クボンチョル、この白い道着、このチームルーツコリアということで、韓国でもね、かなりの実績がある選手という鳴り物入りで出てきました。さあ、この今のね、パスガード一気に持っていくあたり、なかなか勢いがあるんじゃないでしょうか。うまく対応しましたね、萩原大輝。やっぱ萩原大輝もね、先ほどのね、試合を見ても分かる通りにガードがうまいですからね。さあ、そこの部分どうやって、このガードから攻めていこうというところでしょうか。さあ、萩原大輝、ちょっと体格差はちょっとね、ありますが、このガード校舎の、萩原大輝、ガードからうまく作っていって、この韓国からの選手をね、なんとかしたいところではありますが。さあ、中央に戻って再開ですね。はい、今、ハーフガードの状態ですかね。さあ、そこから今相手のね、膝を取ってますよ。さあ、膝を取ってますよ。トップポジションからこの膝、ブルドッグニーバーですよ。このまま決めきれるかどうか。これがあるんですよね、ハーフガード。こっからね、膝を決めていくあたり、クボンチョル、さすがのパワー、おめでとうございます。はい、試合の数々を見ていただきましたが、どうでしたか。はい、このアダルトの試合はね、もう韓国だったりアメリカだったり香港だったりと、国際戦が目白押しでした。この国際戦の数々、日本対インターナショナルマッチ、非常に興味深いものがありました。はい、CM です。呪術プリースト、呪術プリストセレクション、東京久美の山口です。本日紹介する商品はこちら、
リバーサルの3ウェイバッグです。こちらの商品は名前の通り3種類の使い方ができます。は手持ち、肩掛け、リュックの使い方が可能です。ポケットがたくさんついており非常に収納力があります。バッグ自体も容量が大きいので11継ぎですとおそらく2着から3着は余裕で入ると思います。練習にも、旅行にもおすすめの一つです。お値段は税込みで 17,600円です。ぜひチェックお願いいたします。はい、今回も前回に引き続き ASJJF 東京インターナショナルを見ていただきましたが、どうでしたか？はい、まだまだこれからもね、あと2回 ASJJF の東京インターナショナル見ていきますので、まだまだこれからもお付き合いください。はい、橋本金也の充実プリースト、この番組は株式会社ムニネロ、金属工事充実一式一徹、イサミ、ナスコンチャス、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本金也の充実プリースト、また次回お目にかかりたいと思います。さよなら。